1月、初っ端から飛ばすと、後でバテる。2月から本気を出す。2月、まだまだ寒い。これではやる気が出ない。3月から本気出す。3月、年度の終わりでタイミングが悪い。4月から本気を出す。4月、季節の変わり目は体調を崩しやすい。5月から本気を出す。5月、区切りの良い4月を逃してしまった。6月から本気を出す。6月、梅雨で気分が落ち込む。梅雨明けの7月から本気を出す。7月、これからどんどん気温が上昇していく。体力温存のため8月から本気を出す。8月、初すぎて気力がそがれる。9月から本気を出す。9月、休みボケが抜けない。無理しても効果がないので10月から本気を出す。10月、中途。チャンネル登録、評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。